割田康彦、柴田由布、尾藤大輔のミュージックテラス、ウォンテッド。ポップス界の迷えるルーキー、シンガーソングライターの柴田由布です。不器用貧乏、紆余曲折ギタリスト、BB こと尾藤大輔です。音楽業界辺境の住人、プロデューサー兼作曲家の割田康彦でございます。この番組は音楽的な出会いを求めている人たちをつなぐきっかけを作る特殊音楽番組。 SNS 全盛の世の中であっても、自分の会いたい人になかなか会えない現実、そんなあなたのお役に立てたら。作詞家作曲家、サウンドクリエイター、 DTMR、 シンガーバンドマン、音楽業界人などなど、プロインディーズ問いません。こんな人と出会いたい、こんな人と知り合いたい、こんな私を知ってもらいたい。ミュージックテラスのテラスはテラスのテラス。出会いを求める音楽人に光を照らし、ワクワクを生み出す、意図しない化学反応を巻き起こす番組です。せーの、ウォンテッド。というわけでですね、今週はですね、なんとなんと大塚にありますおにぎり屋さんの名店ボンゴさんに並び始めて早3週間目に突入と。おにぎり特大スペシャルですね。並び始めて、もう40分経過した？もう多分40分経過してやってますね、これは。というわけで、ちわちゃんの予想は外れ。外れ、残念。40分予想は間に合いませんでした。次の予想が尾藤くんなんだっけ？1時間20分。これも危ういですね。今までの流れを整理しますとですね、1週目はボンゴについて MPJ の麻生さんにレクチャーをしていただいて、で、終わりかけて、ちわちゃんが合流というところで、で、2週目は並び始めましてですね、ちわちゃん傘買ったんですけど、傘買った瞬間から雨が上がったということで持ってますね。で、途中で、ボンタン飴を食べて、ボンタン飴をチワちゃんは丸飲みしたと。チワちゃんは食べ物を飲むという種族だったということが判明しました。はい、で、今ひたすら並んでおります。というわけで、今週の1曲目もですね、食べ物飲み物系楽曲からこちらでございます。はい、アッキーさん、2022年首都圏から神戸に移住、しばらく休んでいたピアノ弾き語り活動を再開。誰にでもある日常のワンシーンの小さなことに虫眼鏡を当てて、一緒に味わうような親しみやすい日本語ポップスを作って歌っています。オリジナル曲とトークで、なんかいい感じをキーワードにしたライブを展開中とのことです。楽曲についてのコメント。はい、楽曲タイトルは夏祭り。歌詞は綿菓子にまつわる誰にでもありそうな甘い記憶について綴った歌詞ですが、綿菓子という単語を一度も使わずに、それに象徴される大切な人との関係性を表現しています。お聴きいただく音源は、今年6月9日の神戸のライブバーザ・ケイブ神戸でのライブ音源ですとのことです。それではお聴きいただきましょう。作詞作曲歌鍵盤アッキーさんで夏祭り。小さなことに虫眼鏡を当てるという表現がぴったりな描写。日本語が持つ含みや連想させる余韻を感じさせる、じっくり何度も聴き入りたくなる名曲です。過ぎていった夏が早くも懐かしく感じます。お聴きいただきましたのはアッキーさんで夏祭りでした。
あ、なんとですね、一週目に登場した麻生さんがね、陣中見舞いに来た。あら、麻生さん、お疲れ様です。はい、こんにちは、近場に買い物に来たので、様子を見たらいい感じじゃないですか。もうそろそろ1時間経つんですけど。あ、参加しましたっけ。あっちこっち買い物行ってたんで、あと30分ぐらいに来て、味を噛みしめて、具を選べますから。何がいいですか、おすすめ。なんだろうね、いろんなものがあるんですよね。マヨネーズなんかあったりとか、いろいろ、もちろんその鮭とか、それ以外にもなんかとんでもないものがたくさん。とんでもない。とんでもない。とんでもないもの、なんですかね。ボンタン飴とか。そう、丸飲みの。続きましては、こちらの曲。はい、高梨音色さん。バーチャルの世界から来た作曲系 VTuber。 得意なことはお題をいただければその場で作曲すること。夢はバーチャルの世界を超え、皆様の心の味方になれる演奏人になることです、とのことです。楽曲についてのコメント。はい、楽曲タイトルは月見団子。ご本人様より音声コメントが届いております。人々の心の中を旅する演奏人、作曲系 VTuber の高梨音色と申しますなのですよ。ということで、音色の大好きな月見団子をテーマに即興で弾いてみました。音色はあんこたっぷりな月見団子が大好きなのですよ。お月様にいるうさぎさんを探しながら、ぜひ月見団子食べたいです。それではお聴きいただきましょう。作曲演奏高梨音色さんで月見団子。今回も高梨音色さんのとろける甘々ボイスからピアノが響いた瞬間にガラッと荘厳な雰囲気に変わる、このギャップ完全に脳がやられています。令和のかぐや姫様じゃ。神秘的な月夜の下で軽やかにお団子を頬張る光景が次元も時空も超えてつながった気がします。お聴きいただきましたのは高梨音色さんで月見団子でした。美藤くん、もう10月になりましたけど、10月といえば何の季節ですか。皆さんお待ちかね、同人音楽のお祭り M3 の月ですね。 M3 ですよ。今年いつ。私は10月29日日曜日がご予定でございます。ちがちゃん、 M3 行ったことあります。行ったことないです。お、行きます。行けたらぜひ行きたいです。10月29日、まあ空いてなかったら空いてないなりの参加を。空いてないなりの参加を、はい、イキリを飛ばします。おー、イキリを持ってきます。チワちゃんのイキリは強そうですね。強そうだよね。でもチワちゃんさ、いつか出展した方がいいよ。確かに今考え始めました。まさに今、だから来年の春とか。だってさ、売り物あるわけでしょ、 CD とかさ。あとなんか自分でイラストやってるじゃん。あ、そうですよね。イラストも売れると思います。グッズ的なもので一緒に。そうそう、グッズ的な、あのなキャラクターいるじゃないですか、なんだっけ、着ぐるみくん。うん、着ぐるみくん、あれいいよね。あれいいですよね、癒されますね。癒されるんだよ。他もだって普通の絵も素晴らしいのあるじゃないですか。インスト曲もいっぱい作ってるでしょ。いろんなものが作れますよね。やっぱクリエイターだからさ、マルチクリエイターで。そうなんですよね、うん、M3 もいいですし、デザフェスとかも合ってるかもなって思います。何そのデザフェスって。デザインフェスタのなんかちょっとあの M3 よりも音楽以外のアートも全般扱ってるような、ちょっと楽しいクリエイティブなお祭りがあるんで、ちょっと挑戦してみたいです。 M3 っていつからあれできるの、応募。春は多分10月が終わったら
らまた募集があると思うんで、それぜひ考えてください。はい、考えておきます。応援します。あ、頑張ります。そこであの千葉さんの丸飲みが生で見れるかもしれない丸飲みショーがそういうなんか動物園的なやつ、動物園ハブとマングスみたいな感じいいね、何時何分から千葉さん丸飲みショー、それは結構行列ができるかもしれない次回は1時半から絶対面白いけど絶対怒られます見たい丸飲みショーボンタンメン丸飲みショー地味ですね。タイアップつけるね、ボンタンメン確かに大量にボンタンメンさんからもらってリド君、雨が落ちてきたまたこれはチアちゃんの傘活躍が、そうですね、やっと600円の高級傘がこれ来た、あ、来た来た、あ、しかも一気また一気に来るんじゃないですか、これやばいやばいやばい、あ、やばいやばい、降ってきた、雨降ってくるのは嫌だけど一応買った傘が活躍できるのは嬉しいよね。嬉しいですね、うん、今並んでもう1時間経過したんじゃないですか。先はまだまだ長いです。止まってます。今誘導員さんに促されてついに横断歩道を渡ることが、我々第二集団組だったんだけどこれで第一集団昇格ですね。昇格ですね。いよいよリーチがかかりました。なんか J2 から J1 へ移動みたいな。そうですね、上がりましたね。しかも誘導員さんちゃんと傘もいっぱい持ってて、貸し傘、ホスピタリティがすごいですね。あ、はい、今、横断歩道渡りました。渡りました。ついについに別世界に、お店の前まで、1時間5分にしてようやくですね民族大移動、あ、第二集団が全部はけた。あ、本当だ、これ J2 が全くいなくなったよ。そうですね、全部こちらに、全てのチームがですね J1 昇格でございます、はい、J2 消滅です。わ、ついに目の前にお店が現れました。あと何人だろう、 1,2,3,4,5,6,7,8,9 人ですね。我々が10人目ぐらいな位置に来てますけど、今張り紙してあるんですけど、メニューの料金改定のお知らせということで、この度原材料輸送費の高騰により原材価格でのご提供が困難となりました。それに伴い6月1日より全メニューに対して料金改定を行わせていただきますという。先週さ、ビト君がさ紹介したお値段がちょっと上がってんだよね。そうですね、ちょっとね料金改定あったみたいで。あ、なんかさ張り紙、新メニューペペロンチーノだったよ。何、なんかネットで見た以上にいろんなメニューがあって、ニンニクアンチョビペペロン、あれ気になりますね。いや迷うわ、どうしよう、何個食べよう。メニューにベスト10が貼ってあって、やっぱあれがおすすめなんですかね。1位何、1位鮭、2位すじこ、3位卵黄醤油漬け。まあその辺から攻めるのがいいんだろうね。うわ、ネギトロがあるよ。あ、海鮮系もあるんですね。あ、気になる。うわこれ迷うわ。さあ1個あたりでかいけどさ、何個食べます？2、3個、もっと食べれるかもしれないです。結構大きいよ、うん、どうなんでしょう。丸飲みしますか。丸飲みだとね一瞬ですからね。ゆっくり食べてね、はい、うちら遅いきっと。普通に噛みますからね。私マックス2つだな、ね、僕もでも3個ぐらい行きたいなと思ってたんですけど。若い人は行ってくださいよ。いやでも大きそうな気もするんですよね。味が気になる。味噌汁は、味噌汁飲みたいです。味噌汁はもう鉄板です。何にしましょう。私はね明太子。じゃあ私が何を頼むか当ててください。もう決めてます。ある程度。お、逆クイズ来たね。来ましたね、チワちゃんクイズ。チワちゃんがじゃあ食べる具を当てましょう。クイズイエーイ。当てましょう。じゃあせっかくだからメニューの写真もアップします。僕の予想は意外なとこ、あ、小うなご、小さい女子と書いて小うなご、名前が気になるので1個と、梅とチーズ。私はねたらこだな、生たらこか焼きたらこと、鮭マヨネーズ、高菜。ばらけましたね。メニューが多いですからね。そうですね、こんだけメニューがあったら。でも私は心に決めてます。正解は果たして何なんでしょうか。なんか1個でもかすってたらいいね。当てたいですね、1個ぐらいは。1個ぐらいはね。正解者にはフォンタン飴絶対そうだと思いました。だってあげるものそれしかないんだもん今日今フォンタン飴しかないです。いやしかし雨がすごく激しいです。またゲリラ豪雨ですね。結構びしょ濡れだよね。結構びしょびしょになっちゃいます。チワちゃんのでっかい傘が役立ってます。うちらさほらちっちゃい傘じゃん、あの折りたたみの。チワちゃんはやっぱり高級傘だからさ、600円もする高級傘だからさ、安心感ありますね。そうですね、守られてます。よかったよかった。というわけで続きましてはこちらの曲。はい、岩国のケンさん、山口県岩国市在住、クリスチャンシンガー兼 M テラ手伝いんグリーン、最近は畑仕事で忙しくしていますとのことです。楽曲についてのコメント。はい、楽曲タイトルは小さい村の小さなケーキ屋さん。もともとみんなの歌系の現代の童謡をテーマにした楽曲の制作を考えていたので、その流れで子供にも覚えやすい歌詞とメロディーを心がけて作ってみましたとのことです。それではお聴きいただきましょう。作詞&アレンジ岩国のケンさん、作曲南條翔さん、
歌唱鶴巻真希シンセサイザー V ベーシックさんで小さい村の小さなケーキ屋さん。というわけで今週もお店にたどり着けませんでした、あと数分後に入店というところで、来週へと続きますということでお送りしてまいりましたのはありさんことはジェスイコット尾藤大輔と柴田由布でした。それでは皆さんせーのお達者です。